本日実況を務めますのはテセと、解説のユウサクです。よろしくお願いします。本日のスタメンですね、右からポム、ニッシー、高根、ソータ、中盤に夏美、ユウサク、右からダイ、左にリョウ、ツートップにはマーティとテセで本日の試合臨んでいきます。いや楽しみな一戦ですね。そうですね、シーズン2初戦をね見事にゴールラッシュで勝ちを飾ったテセーズが本日どのような戦いをするのでしょうか。コーチで言えばもうトップクラスの高校ですかね。そうですね、このコーチの言う相手にどこまでできるんでしょうか。まもなくキックオフです。キックオフよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。前回ねすごいいいゲームだったと思うんですけど、本日どのようなゲームに期待したいですか。そうですね、前回の試合ゴールラッシュで終えているので、本日監督も不在ということで、どの選手がどのように仕切るか。なるほど。で、純大選手もね不在ということで、高知中央からゴールキーパーをお借りしています。そういうチームです。さあ、キーパーからいいフィードが入って、両選手のワンタッチパス、惜しくもラインを割ってしまいました。本日の試合はピンクのユニフォームで手製図試合に臨んでいます。いやー、可愛いですね、ピンク。めちゃくちゃ可愛いですね。バリエンデ様から提供いただいてます。バリエンデ様ありがとうございます。さあ、前半立ち上がりどういった感じですか、テセさん。そうですね、まだにらめっこ状態ですかね。にらめっこ状態ですね。どちらがこの均衡を破っていくのか。さあ、細かいところのボールの奪い合いになるか。このあたり球際のうまさを見せてきます、高知中央。前行かないですね、高知中央。しっかりボールをつないで。そうですね、まだちょっとアップアップ状態が続いてますか。さあ、前線に大きくボールが入った。ここはフォームが余裕の対応ですね。いや、 やはり対人の安定感見せてくれますよね、フォーム選手。さあ、スローインを夏美選手につないで、フォーム前線に蹴り出していきますが、コーチ上に拾われます。さあ、ピンチになるか。早速ゴール前、おっとゴールだと。テセーズ失点してしまいましたね。失点しましたね、開始早々。いやー、痛い失点ですね。ちょっと試合の立ち上がりちょっと浮き足立っちゃいましたかね。ポームのロングフィード。さあ、背後に蹴り込んでいく。このね、裏を狙う意識というのは立ち上がりいいんじゃないでしょうか。この失点した後のねプレーっていうのにも注目ですね。そうですね、いや、監督がいない分ここからどう立ち直れるか。高根です。やはり高さありますね、センターバック2枚。高根だけに、にゃんにゃん。ああ、いいパス通しますね、高知中央。この高知中央の選手たち、このライン間でこう縦パスを受けようとしているシーンが多く見られますね。いい展開ですね。さあ、試合始まって少し時間が経ちましたが、高知中央にペースを握られてきているか、テセーズ。クロス上げない。やはりポム選手の対人素晴らしいですね。そうですね、あ、いいパス。体が、ああ、ちょっと動き重たいですか、テセーズの選手。そうですね、前回の試合と比べたらかなり重たいですね、体が。対して高知中央の選手、焦げ身よくこう超短を織り交ぜたパス回ししてきますね。さあ、テセーズボールになりました。さあ、ここからどういう攻撃につなげていくのか、テセーズ。明確な攻撃の形っていうのがね、しっかり練習でしてきたものを出していきたいですよね。そんなに練習という練習はしてきていません、テセーズ。はっきりと言います。オフサイドですね。いや、今ラインズマンすごい良かったですね。アーティストのマティです。歌い手のマティです。路上のマティです。マティのマティです。落ち着いてますね、
高知中央。いやー落ち着いてますね。いいパスだ。いやくさび、いやいいサッカーだ、いいサッカーだ。この中盤の組み立てからこう前線への配球素晴らしいですね。素晴らしいものがありますね。押し込まれます。手製図クロスだ。おーっと、ここはポムのフィジカルですね。いやいいクロス入りましたね。コーチ長素晴らしいサッカーですね。はい。さあキーパーのスローイングからゲームが再開。ニッシーがボールを中盤につないでいく。これ高根選手ですかね。これやっぱりビルドアップの時少し高根選手が高い位置に入っていくような形ですか。高根だけに、にゃんにゃん。おっとパスミスだ。珍しいミスかな、渥美選手。そうですね。いや非常にいいですね、高知中央選手。生き生きしてますね。あとファールでしたね。ファールです。ファールですね。おっと。おっと、よくないミスだ、マノ。ちょっと今、呼吸が合ってませんでしたね、中盤の選手と。そうですね。いい形でフォワードにボールが入りません、手製図。対して高知中央がねいい形でずっとボール保持してますね。そうですね、落ち着いてますね。おしっかりとした技術あります。おっとマティ選手のいい守備から戻して第第優作、優作テセマティ、繋ぐ、画角外に入った、シュートだ。シュートですね、マティ選手。シュート、いや誰よりもゴール貪欲に狙ってますよ。いやキーパーの位置を確かめてのシュートでしたね。今のシュートいいと思いますよ。ナイスプレーです。初シュートですかね今のが、手製図。ゴールまでこう脅かすシーンをねもうちょっと見たいところではあります。前線から守備をかけていく。ダイ、手製が奪った。マティ、マティ、マティです。マティのミスです。マティいいですね、でも動き。そうですね、こうゴールを貪欲に狙っていくこのフォワードとしての、ね、姿勢がかなり前半早い時間帯から見られてますね。運動量もかなりありますよ。いや、やはり路上ライブで鍛えた肺活量ですか。有利です。今試合は不利です。さあ2人で囲む、この選手うまいですね。いいですね、ボールタッチ、相手に奪われないところでボールタッチをして、よーるーです。このセンターバックからの配球もいいですよね。このロングボールこう裏を狙っていくんだっていう、うまく判断できてますよね。くさびのパス、ロングパス、ショートパス。そうですね、なかなか前に進めない、手製図。どうですかね、どういったところが今問題になってるんですかね。わかりません。前回の試合は、キーパーの加藤信弘選手、そして、ショーゴボス選手、その2人の、ね、やっぱ指示があった、あった、あった、はい、いい感じ、ボール運んでます、テセです、テセがボールを持ち運んでいく、リョウですね、いいですね、リョウ が抜ける、抜ける。あっと、これコーナーキックですか。コーナーキックですね。いい攻撃でしたね。キッカーは優作か。さあ前回の試合ではコーナーキックから得点をしている手製図。ボールが入りました、ファーに入った、ファーに入ってヘディングで折り返して、いやいい形でしたけどね。今とてもいい形でしたね。何か策はあったのでしょうか。ないです、なかったです。いや今でもねいい折り返し入りましたね、優作から手製。少しずつ前に行けてますかね、手製図。このまま流れをねこっちのものにしたいですね。マノです、落ち着いています。マノです、左足も蹴れるんですかこの選手。そうですね、やはりこう手製図の中盤をね
テセスの心臓ということでね、支えてくれています。朝の9時に寝ているそうですよ。あの彼すごい夜型の選手で、はい、あの日中は動けない、夜じゃないと動けない、動かないでも動き出したら止まらない、そんな選手です。そんな選手ですね。でこの時間はいつもは寝ている時間ですかね。そうですね、今自分の体がすごいびっくりしてるんじゃないでしょうか。なんで俺起きてるんだ、なんで今俺動いてるんだっていう感じですか。まあ、徐々に慣れてくるでしょう、はい、他の選手どうですか、動きでもちょっと今日重たいですね。テセーズ、そうですね、ちょっとビアベンテン戦から考えるとあまりいい流れではない。いいボールが入ってシュートだ。あ、惜しくもキーパー正面でしたが、今背後への動き出し素晴らしかったですね。ああ、キーパーいいボールですね。え、惜しいキックでしたね。高知中央ボールの時間が続きますね。そうですね、前行かないですね、高知中央。こうロングボールのこのセカンドだったり球際の部分でやっぱり強さ発揮してきてますね。そうですね、いいボールですね。今縦パス入った後ワンタッチで背後出してきましたね。この選手が非常にいい。そうですね、ここのセカンドボールですね、拾っていきたいですね。マーティ選手だ。テセーズボールになかなかなりませんね。そうですね、もう少しボールを自分たちで保持する時間が欲しいところではあります。マーティ選手プレスめちゃくちゃいいですね。めちゃくちゃ速いです。いいタイミングで落ちてきます、高知中央。さあ背後にいいボールが入りましたが、これは颯太選手のクリアですね。両選手、おっと、中盤から先がないですね、テセーズ。そうですね、うまく関わっていきたいですね、前に。守備のところでもね、こう落ちてきた選手をしっかり見てね、チームで連動して守備をしていきたいところであります。少しアップも使って画角の改善は少ししましたか。正直言うと前回の試合も奥はほぼ見えてませんでしたよね。そうですね、ライトの加減だったり、そういうのもあって少し厳しい状態でしたね。でこの実況の声も小さかったですよね。あ、いいトラップです西田、ニッシー選手のカバーリング能力には素晴らしいものがありますね。ポムのテクニックから夏美に入れる、夏美どうする、夏美からサイドバックの颯太へ展開。颯太、テセ、両、颯太、いいテンポ、いい攻撃ですね。颯太がマイナス、夏美、マーティ夏美のシュート、こぼれ球、代打、大なんです。いやー、前節に続きゴール決めてきましたね、大選手。1対1、今いい攻撃でした、テセーズ。どうですか、大選手のこの得点能力っていう部分に関して、テセさんどうお考えですか。いいところにいますよね、常に。やはりこのね、テセーズのリーサルウェポンとしてね、遺憾なく得点能力を発揮してます。リーサルウェポン今夏美選手が攻撃の起点になりましたよね。いや、その前の西井選手のカバーからポム選手のテクニック、この2人のギャップを通したパス素晴らしかったですね。マーティです。マーティちょっとボールには慣れないですかね、やはり。さあ、高知中央ボールだ、路上ですから。こう先日のね動画でポム選手に対してこうまたこう寄せがどうだとか動けてないみたいなコメントありましたけど、どうですかこのプレー。動画見たんでしょうかね。彼すごくうまいです。ちゃんと見てますか動画。
つなぎます。さあまたポム、右サイドバックからこうビルドアップというかね、攻撃を組み立ててますよね。そうですね、ポム非常にですね、マノが左足使えますね。彼左足も使えますよね。さあサイドにボールが出た。先ほどの得点は左サイドから得点につながりました。そうですね、この両選手とこのソータ選手のこのジャンキソーコンビかなりいいんじゃないですか。1対1です。守備足りてますか、テセーズ。守備足りてます。足りてました。ああ、いい草見れましたね、優作。さあ夏美優作、ここちょっと落ち着かせたいですよね、テセーズ。ここでいいテンポでパス回ってますね。りょう、くさび入る。おー、いいボールが入った。まあいいんじゃないですか、フォワードにボール当たるようになってきました。そうですね、ちょっと縦パスの意識っていうのが増えてきましたかね。いちかばちかだ。さあポム、この辺りやはり奪われないですね彼。大いいテンポ、あ、訂正なんです。おっと、ここは繋がりません。コーチ用ボールになってしまいました。落ち着いてますね、センターバック。やっぱり後ろにこうやって落ち着いてボールを持てる選手がいるとね、前の選手も安心して受けに行けますよね。パスの使い分けがうまいですよね、コーチ用。素晴らしい、この細かいところのパス回しと、あとロングキック。織り交ぜてきますよね。あの、こちら側としても読めないですよね。そうですかね。いや。今ふわっと浮かしてきましたね。おしゃれな選手がいるんです。おっと、おっと、素晴らしい股抜きからカットイン、シュート。素晴らしいプレーがありました。いや、夏美選手が股抜きされるの珍しいですね。コーチにこんな選手がいていいんですか。いや、今後全国に羽ばたいていくような選手なんじゃないでしょうか。カタールでやっちゃえ。おい、右サイド落ち着いてますね、テセーズ。そうですね、ポム起点になってますかね、この試合。いや、かなり攻撃の起点になってますよね。こう後ろからの組み立てっていう面ではもう申し分ないんじゃないですか。そうですね、コーチ中のキーパーも落ち着いてます。いいキックです。さあ優作、テセとつないで夏美。夏美から、夏美のもっと合わないか、ちょっと合わなかったですね。夏美選手が持った時にもう少しこう動き出しが欲しいですね。そうですね、ちょっと動き足りないですね、テセーズ。さあやはりこのゲーム通してずっとボールをこう失わずにやってきてますね。ワンタッチ、今のも狙いのあるパスでしたよね。こうむやみに蹴るというよりは、ね、探ってますね。探り合いの状態ですか。探り合いですね。高根、高根から背後、いいボールが出た。手狭るだ。さあ手狭るボールを持つ、仕掛けていく。エニタイムドリブルだ。エニタイムからシュート、惜しいですね。お、奪い返した。代打、チャンスだ。おっと、ここセカンドボール、これちょっと危ないですね、カウンター。さあこの選手いいですよ。この選手いいですよね。うまい。うまい。足元の技術すごいですね。すごいですね。コーチにいていいんでしょうか、こんな選手が。いやー、いいんじゃないですか。いいと思いますよ。あー、惜しいですね。おっと、ラインを割りました。ゴールキックです。おっと、終了しましたね。フォワード2枚がやっぱりでも、あのアンカーに対してもうあそこパッて前向かれるときついから、とりあえずアンカーだけあそこしっかり消して、でサイドにもう出さして、でもバックパスさせないぐらいで、もうパッケだ。内からいったよな。内から、内から、もうそれしかないから、相手のこと。それか先場から蹴るしかないから、アンカーでやると相手の多分41が、あの2トップ、シュンゴとマティのここに絶対おるから、うん、ここをほんまにこう頑張って、ここだけ、ここの2枚中盤が見るから、こいつだけほんまに頑張って見てくれてほしい。で、4-1-4-1っぽい感じだから、夏目に言ったには多分それフォワードきついと思う。分からんから、
ボールの大きさ。いや、やばない、1-1よ。エンジンしろ、エンジン。1-1よ、全然。いけるよ、いけるよ。これ負けたもん。ドン、ダッドン、ドン。さあ、加藤、出てよ。ゴー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 。さあ、後半が間もなく始まります。さあ、おっと。はい、キックオフしました。後半もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、前半振り返ってみて、テッセさんいかがでしたか？あ、いきなりシュートですね、マティ選手。マティ選手、前半もありましたね、ロングシュート。ロングシューターですか？ロングシューターです。いや、前半振り返ってみて、テッセーズ持ち直しましたね、途中から。そうですね、この相手にボールを支配されている中で少ないチャンスをしっかりものにしてきて、あの1-1で折り返すのはすごい良かったと思います。この試合勝てれば連勝です。そうですね、それも選手たちはね分かってると思うんで、後半熱いプレーに期待したいところです。交代はなさそうですか、テセーズ。そうですね、前半と同じ11人で戦います。さあ、ソータのクリア、おっとセカンドボール拾っていきたい。いきなりチャンスです。コーチをかわす、かわす、どうする、どうする。さあ、組み立て直し、クロス、斜めからいいボール入ってきましたね。いいアーリークロスでした。ゴールキックです。さあ、リスタートして、夏美選手から高根。テセーズ何か変化が欲しいような試合ですね。そうですね、あまりはっきり言って内容は良くない前半だったので、そのあたりはハーフタイムに選手たちも話してるんじゃないでしょうか。話してるんかな。さあ、拾った、テセが運んで、サイド、リョウ、ソーダのオーバーラップ、オーバーラップ待ってます。いいパスだ、いいパスだ。これどうだ、どうだ、クロスが上がる、はい、あ、おっと、チャンスですね。優作、優作のいいサイドチェンジ、ソーダワンツーか、ワンツー、おっと、ここ合わない。マティ選手、いいカットでしたね。マティ選手、守備めちゃくちゃいいですよ、この試合。誰よりも走ってます、誰よりもチェイシングしてます、誰よりも滑ります。それが路上のマティです。ちょっとデセーズボール長くなってきましたね。期待できる立ち上がりになってきました。高根選手、こう、あの高根選手がね、やっぱ本来はあのボランチの選手だと思うんですけど、こうセンターバックでの起用もあったりなんですけど、そのあたりどうですか。それは優作もなんちゃん。本日の試合はね、優作選手、あの、おお、おしゃれ、セクシーですね。セクシーフットボールだ。これはファールですね。そうですね、こう空いたポジションをね、あの他の選手がするということもやっぱり多くはなってできますよね。でもシーズン2はね、あのメンバーも増えたんで、そのあたりあのスタメン争いもあると思います。この試合どうでした、中盤、優作選手。あの僕はあまり中盤が得意な選手ではないので、すごい周りの選手に助けてもらいながらのプレーでしたね。奥でも見えますね。あんま見えないですね、今日の試合も。いい展開ですね。いや、いいトラップ前に運びましたね。今西選手やっぱりいいですね。おっと、奪われてショートカウンターになるか。ショートカウンター気をつけた方がいいですよ、手せず。やはりこの辺りセカンドボールを拾って、こう攻撃が続きますね、コーチ中央。いや、セカンドキャリア気になりますね。セカンドキャリア、インターセプトだ。西亮、いい体の当て方でしたね今。テセーズボールがちょっと長くなってきていますね。嬉しいですね。ポムのトラップ、少しこの辺サポートがないんですかね。テセーズ困ってます、ポムが。さあ、カットし、夏美から亮、両からサイドチェンジ、いいボールが出た。大です。だ、
先生フリーです。ワンタッチ落とした。優作上げた、クロスを上げる。おっと、いや、いい攻撃ですよ。いや、最後のボールしっかり落としていきたいところではありましたけどね。マティ選手に通ったら大チャンスでしたね。はい、マティ選手にめちゃくちゃ走ってますよ、マーティ選手。試合を通してのフォワードの守備ってめちゃくちゃ大事じゃないですか。はい、動き出しも攻撃の動き出しもあります、マーティ。いや、いいいい飛ばし方だ。オフサイドない。マーティから訂正、訂正から夏見、夏見、夏美から訂正。いやー、いい守備ですね。セカンドボール硬いですね。西、ちょっとずつ押し込めるようになってきましたね。訂正図、西落ち着いてます。いやー、いいですね。ソータワンツー、いいワンタッチ入った。いやー、いい反転だ。さあ、逆サイド両選手のキックいいですね。ダイだ、ダイのボレーだ。ダイ選手やっぱシュートのバリエーション豊富ですね。シュートへの意欲が高いですよ、大。テセーズのフォワードはやっぱり特性を取ってやるんだっていうすごい勢いありますよね、試合を通して。やはりですね、インフルエンサーとして目立つことって大事ですから。いや、目立ってなんぼの世界ですよ。普通のサッカーとは少し違います。そういった意味では本当にこうハングリーさっていうのもやっぱり大事なのかもしれませんね。俺がやるんだっていう。夏美選手、マティ、マティ繋がらない。1対1の状況は変わりません。おっと、チャンスだ。お、シュートなのか今のは。後で LINE で聞いときます。シュートへの意欲高いですね、テセーズ攻撃陣。そうですね、ロングフィード入ります。いいボールです。いいタッチだ。おっ、チャンスです。こう中央、優作の守備なんです。いや、いい守備でしたね。ここから攻撃につなげていきたい。サイドチェンジ入る。追加点欲しいですね、テセーズ。いやー、いいパスだ。いいボール、マティ。高根選手見えてますね。亮の突破は守備いいですね。コーチを集中してます。いや、今のキーパーの縦パスも素晴らしかったですね。パス上手いですよ、コーチを。なんかゴロのパスがすごい上手い印象です。こうね、今後はね、こう試合の解説などもゲストなども呼んでいけたらいいですよね。そうですね、本日、高根選手お呼びしております。あ、来てるんですか。はい、高根選手。どうもこんにちは、高根です。今日は一言だけの、ゲストになっております。あ、その方がいいと思います。喉の調子が良くなさそうですね、本日も高根選手。そうですね、あまり普段喋るタイプではないので、ちょっと今の一言もかなり緊張しました。いやー、いいワンタッチ、いいワンタッチです。ポンも落ち着いてます。いいトラップ。さあ、これを攻撃つなげていきたい。高根選手、夏美に入る。いいフェイント、夏美。いいですね、いいですね。いいワンタッチ入ります。ソータ選手いいですね、今日。前に前にと
おっと、チャンスだ、ソータ。ああ。天然芝ですから。ボールが止まりますね。追加点が欲しいところですね、テセーズ。お互い次のゴールが試合を大きく分けると思いますね。おっと、高弘選手が準備していますね、テセーズ。最年長フォワードが準備しています。ここで何か変化欲しいですね。マティ守備いいですね。マティの守備今日素晴らしいですよ。これシュートですかね。やっぱキーパーがちょっとビルドアップに参加するので前に出てるので、そこを狙ったという感じですかね。テセーズの選手よく見てますね。やはり夏美選手視野広いですよね。すごいアシトなんです。そうです、俯瞰なんです。そうでした。チャンスですね。お互い少し疲れが見えてきましたかね。そうですね、運動量落ちてきましたかね。あー、いい守備ですね、優作。いや、うまい。うわー、素晴らしい。おしゃれなパスが出ました。ここ、両チャンスだ、チャンスだ。さあ、どうする。カットインして、シュート。いや悪くないですね。いや、いいトライだったと思いますよ。1対1だったんでね。1対1かな。はい。いや、ドリブルからのシュート、両選手初めてですか、この試合。いや、自分の形持ってますね、カットインからシュートっていう。高弘選手はまだですね。誰と交代になるんですかね。やはりフォワードなので、まあ、テセ選手、マティ選手、ダイ選手、まあ、前の選手と交代になるんじゃないですかね。さあ、そのあたりの采配も監督が不在という中でどういった指揮を取ってくるのか見ものですね。自分のタイミングで入ります、高弘選手。おっと、激しいチャージです。交代しましたね。交代しましたか。交代 しましたね。マティ選手と交代ですか。いや、いい守備で、ああ、スリーランホームランです。しあさっての方向に飛んでいきました。マティ選手どうでした、今日の試合。いや、前線からチームを勢いづけるプレスと、あとゴールへの意欲、素晴らしかったですね。残り時間も少しずつなくなってきました。さあ、この途中から入った高弘選手、どのような動きを見せてくれるんでしょうか。最年長ですからね。何か変化が加わるのでしょうか、テセーズのサッカーに。さあ、いい縦パス入りましたが、いいカット、ニッシーが上がっていく。これはファールだ。素晴らしいプレーですよ、ニッシー。これは相手もファールで止めておきたいというところでしょうか。高弘選手はそのままフォワードに入りましたね。さあ、いや、いい縦パス入りましたよね。高弘選手もいい守備です。これはファールですね、相手ボールになります。マーティ選手ベンチ座ってますね。マーティ選手は攻撃に守備に今日はもう走り抜いたパフォーマンスだったんじゃないでしょうか。かなり攻撃の起点になってたんじゃないですか、マーティ選手。そうですね、特にやっぱり前線からのプレッシングがチームにすごい活気をもたらしましたね。ナイスプレーでした。守備の時間が長いですからね、この試合。おっと、背後に、いや、いいスルーパス。やっぱりこの間で受けるプレーうまいですね、こっちを。リズミカルだな。さあ、ニッシーからいい縦パスは惜しくもカットされます。さあ、ソータ選手、おお、いいとこ見てますね、ソータ。いや、かなりいいとこ見てますよ。やはりこう後ろの選手は前から前から見ていってね、チャンスにつながるようであればね、こういったボールも配球していきたいところではあります。ありがとうございます。いいドリブル、ダイが持ち運ぶ。ダイ、テセ、あとボールを、ああ、一番やってはいけないプレーですね。いやー、やっぱり疲れ出てきてますか。いやー、大選手素晴らしいプレスバック、この位置まで戻ってます。高根選手落ち着いて前に運びます。
高根選手落ち着いてますね。さあ大選手のシュート、シュート入りましたね今。ここからシュートですか大。サイドネットに入ってますね。アウトカーブで衝撃のスーパーゴラッソで2対1です。いや大選手前半からシュートを狙っていました。今日2得点ですね。そうですね、キーパーの位置を確かめての思い切ったシュートでした。多分すごい伸びてブレちょっとアウトスピン気味にかかってますね。2対1です。テセーズ。さああとは試合の締め方ですか。そうですね、ボールを大切にこう時間の使い方だったりもねこう気にしながらプレーしていくべきだと思います。いやいいテンポ、いいテンポですね。いやー落ち着けますねボール。落ち着いたルーレット、最年長ルーレットですか。最年長ルーレットが決まりました。この試合ジャンキーズ4人出てます。もうジャンキーズみたいになってますね。ジャンキソー一味がかなり活躍してますねこの試合。さあ優作テセ、おっとここ合わない。攻撃のリズム出てきてますねテセーズ。そうですね、逆転したことによってこうモチベーションもアップしてますね。さあサイド、おっとこの辺り高知中央も集中して守備、おっといい守備ですね両選手。さあ高知中央ボールから再開しました。本日の、ゲストの方をお呼びしております。あそうなんですか。あシュート、本日テセーズ高根選手をお呼びしております。高根選手が来てくださったんですね。そうですね、この今の試合の現状この時の気持ちなどお聞きしたいところですね。なるほど、ね、試合後にねどういったゲームだったかだったり自身のプレーだったりを振り返っていただくというわけですよね。少し一言いただいてもいいですか。どうも高根です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日は一言の、出演ということで高根さんに、来ていただいておりました。その方がいいと思います。両選手そしてソータ、この左サイド結構いいコンビでしたよね試合通して。そうですね、クロス大、何かいましたかピッチに。モグラですかね。あーカウンターになる、これはピンチだ。テセーズ最後守り抜きたい。おっと逆サイド、逆サイドの選手が走り込んできている。いやー最後はやっぱこの男ですね。今ね見てました西井選手動き、少し誘うような守備の仕方、ボールが離れた瞬間に出ましたよ。いやまさに守備職人って言葉がぴったりなんじゃないですか。なんやねそれいや守備職人って言葉がぴったりじゃないですか。もうほぼ西ですから西ズ。さあいいパスが入りました。間で受けて最後集中して守りたいですね。テセーズクロスが入った。ポムなんです。ポムポム守りますね。守り神ポム。さあポムリガミマモ、ポムリガミ守り神ポム。あいたか。あー両選手夏海から、うわーちょっと合わなかったですね。ですしかしテセーズボール、テセーズボールです。最後のところです。さあ盛り上がっていきましょうラスト。さあ選手たちには疲労の色が見えていますが、このあたりしっかり戦い抜きたい高根選手のダブルタッチ。ダブルタッチャーですか。ダブルチャッパーです。ここもチャンスです。優作がクロスを上げる。両選手の交換。さあいやいいよっと、これはノーファールです。ノーファールですね。いやーいいプレーでしたけどね。おっとめちゃくちゃいいパス通りましたね。さあ最後守り抜きたい。逆サイドフリーか高根選手。
残り時間わずかです。いやー、ポム選手素晴らしいですね。試合終了です。2対1で見事勝利となりました。デセーズ、ありがとうございました。ありがとうございました。